作品を作るという、うん、ものの中ではやっぱり半分占めるぐらい重要なことですね、うん、オーケストラに書く、うん、これはオーケストラという機能の中で、うん、一番いいなんかこう書くコンセプトによって作ります、うん、ところがやっぱりソリストとオケっていうのはやっぱりある意味で五分五分なんですね、うんうん、で単純にオケが伴奏に回るようなこともしたくはない、うん、ですが、ソリストがやっぱりオケ全員分のものを引き受けるわけですから、やっぱりその楽器のことを最大限ある意味で発揮させる、そして作るという、これはとってもやっぱり魅力的なことですから、大事、とても大事だと思っています。それは単純頼まれたから最初はシンフォニックライブかな、あれでディレクターの斉藤さんからコントラバスのコンチェルト書きませんかって言われたのがきっかけだし、それから福川さんからはコロのために曲書きませんかって言われたのがきっかけなんで、やっぱり言われないと書かないね。いやもうとにかく新しいの連続ですよね。あ、うん、まあ、2学期にピチカートのあれが来るっていうのは、ピチカートって本来どっちかというとバック の, ものですけど、伴奏するための奏法ですから、それがオーケストラの前に出た僕がやるっていう、もうそのアイディアからして斬新で、うん、びっくりしましたけど、我々演奏家ってあんまりクリエイティブにはできなんていうの、再現する人たちだから、うん、クリエイティブなことにはなかなか通常関われないんですけど、こういうことができるとなんかちょっと演奏家冥利尽きるというか、そうですね、やっぱその一つのものが生まれる瞬間に立ち会うっていうのは本当にすごい幸せなことでしたね、うん、いやもうこれちょっと何度もちゃうかもしれない最初にいただいた時は本当に松本のホテルで僕は譜面をいただいたんですよ。松本で僕一月近くいたんで、それでそのもう一日も感動して、この譜面を見るのは僕が世界で初めてだなと思って、ですよ、そんなことなかなかないですよ。でじゃあ弾いてみようと思って、ゆっくり弾いて、この音出すの僕は世界で初めてだよなっていう毎日がその感動でしたよ。それでまあでも全ちょっと難しいからちょっとも弾けるようにならないんですけどそれを毎日丁寧に積み上げてって、それで一月ぐらいですね、もうほぼ松本から帰ろうかなっていう頃に、はい、まあゆっくりなテンポで、まあ大体指使いと母音と決め、こんな感じがイメージができてきて、ゆっくりですよ、でまあなんかできたなっつったら次の郵便が来たんですよ、はい、で見てみたら改訂版、全然違うじゃないですか。それはまずいんじゃないですか。すごいんですよ、そのなんか彫刻をねこう作って、はい、で次の段階でもう少しこう彫って、もっとさらに次ははっきりさせてとか、なんかそういうイメージだったんですけど、そういうふうに使われるんですか、曲って。村上春樹の本の書き方と同じやり方みたいですね。彼のやり方見てたら、昨日と今日は自分同じ人間じゃないと、同じ被災地なんだけど昨日の自分ではもうないんですよね。すると昨日書いた曲は昨日書いた曲としてちゃんと取っておく、それで今日の分、それでやってみて、だけど当然悪いところは全部分かってるんだよね、自分の中で。それでまた戻って頭からやっていくときに、そこを修正しながら次のポイントを考えていく、でどうやっても詰まっちゃったらそこまでのやり方捨てる、あるポイントから全部捨てる、でもう一回で、ある程度できたなと思って鹿さんにドーンと置くわけですよね。 でもそのうちオーケストラしてるうちに、あれまずいじゃんここみたいな、嫌がるだろうなと思いながら全部捨ててまた帰る。必ず改訂版の方が難しいんです。
一番最初はもっとなんかお願い久石さんに曲書いてほしいなと思った時はもうなんかホルンとピアノとかで全然いいなと思ってたんですよ。でコンチェルトだとは全く僕も考えてなかったし、でコンチェルトの方がやっぱりそのオーケストラがいるからやる機会が少なくなっちゃうから、どちらかというとホルンとピアノだとリサイタルたくさん僕やるので、そういうところでいろんなところでできるし、それで久石さんの曲絶対全国で喜んでもらえるだろうなと思ったから、そしたら電話かかってきたらコンチェルトですっていうことになってあ、そうなんですか、ね、いやめちゃくちゃ嬉しいですけどそれはみたいな、うん、でだから実際楽譜が来てうわなんじゃこれみたいな、本当にそのまあいや本当にそのさっきねちょっと久石さんがおっしゃったんですけども、その本当に3本のホルンがこの交差してもう本当にもう縦横無尽に、でそれが実際やってみても本当に効果的に、もう音響効果としてもそうだし、ホルン奏者としてもすごい面白い、曲になったので、あでも全然ホルン1本のコンチェルトじゃなくても全然楽しいみたいなのすごい面白かったですね。今まで誰もやってないことができる可能性があると踏ん で実はもう一個、経済的な効果も実はあるんですよ。なんでかっていうとコンチェルトって必ずオケ使うじゃないですか、当然ピアノコンチェルトでもね、オケでしょ。そうするとオケでクラシックの普通のチャイコフスキーでも何でも、まあ、後半やるとした時ホルンがいないわけないんですよ。そうするとソリスト一人とオケの人がのセクションの人が入れば演奏機会が少ないわけないんですよ、うん、そうすると、例えば福岡さん一人で、海外のオケだとか呼ばれていってもそのオケの人の首席奏者のホルンの人やなんかと組めばこれってどこでも演奏できるんですよね、うん、逆に言うと我々はやっぱり演奏されてなんぼだと思うんです、書いたら。で演奏していただくためにもなんかその辺でものすごいハードルが高かったらできませんよね。だからちょっとそういうことも踏まえて考えていった時に福川さんの能力でオケも染み抜いてる方ですからね。そうするとそういう新たなところでどこでも世界でもできる方法を取るとした時はこのやり方は間違ってないかもなって思ったことも事実ですね。こう リミットラインといいますかね、国境だったりとか要するに、割と音程がパルスのようにつながっていくのが一つの地平線とか水平線とかそういうイメージがあってそこに向かってこう上がったり下がったりしていく、でそれをこう計算ちゃんとされたように作っていくっていう時にだからなんとなくキーごとしキーな言葉としてキーになる言葉としてボーダーっていうのはずっとありましたね、うん、ねやっぱりオーケストラって年間で100、200回近いとか150回以上コンサートやるじゃないですか。そうするとこれ月1回これしかないとかっていう時だったらもっとみんなガチンコになっちゃうと思うんですよ、うんうん、だけどその一つの流れの中でやっていくとなると当然そこの節度っていうか距離感を保たないと人間ってやっぱりやっていけないですよね。 FOC なんかいいのは年に2回だからね。そうですね、うん、本当に。あでもそう、まあ、あんま関係ないか。いやでもそのたまに会ってたまに会うってことはやっぱりインスピレーションが全然違うところで生きてる人たちだから、うん、そこからあめちゃくちゃ面白いですねこれこのその表現とかそのタッチみたいなの でそこであじゃあこうしてみようかなみたいな、そういうことをガチでやってもうだから、4日間5日間とかで解散しちゃうのでめちゃくちゃ残り惜しく終わるんですよ。俺がだから FOC が年に100回コンサートがあるオケになったら、まあ、ちょっと買ってくるでしょうね、当然買う、同じ部分だろうね同じ部分だろうね、そうね